はい、どうもどうもどうも、はい、リップス吉祥寺アネクセンの森下です。中尾です。はい、ではですね、今回第4弾ということで、今までアイロンワーク、ストレートアイロンでのアイロンワークをいろいろやってきたんですけども、今回はじゃん、このカーリーアイロンを、使ってやっていきます。やっていきます。ちょっと中尾君、パーマスタイルにちょっとチェンジしていこうかと思いますので、チェンジでよろしくお願いします。お願いします。早速やっていきます。やっていきます。じゃあまず後ろのアウトラインからやっていきます。まあこちらは、まあ、前をお伝えしたような感じで斜め45度ぐらいの角度で引いて羽根管を入れます。こういうの入れます。シェイプと一緒ですか？そう、シェイプと同じ。まあこの辺とかはもう入れていいんですけど、あんまりこう強調しないような感じで、根元をちょっと潰しながら羽を入れるような感じで入れていきます。よし、じゃあ次サイドいきます。サイドは、ちょっとこのポイントとして、毛束をこういう風に持っていただいて、毛束を巻きつける、クリーマーとかつけるですか？そう、巻きつける。で、巻きつけてもらって、いろんな方向にフォワード、リバース、いろんな方向にこういう風にちょっと巻いていただきます。まあ、そうするとよりカーリーな、いろんなランダムな動きが、まあ、パーマ感、ちょっとそういうの作れます。第4弾ね。いや、第4弾長々と続いてます。長々と好評なんですかね。きっと好評です。きっと好評だと思ってます。よし、じゃあ今度フロント、前髪ですね。前髪いきます。前髪も、こういう風にちょっと毛束を取っていただいて、クリンと巻きつけていきます。ただこの時に注意していただきたいのが、前髪はやはりちょっとこうカール感が強すぎると可愛くなっちゃうので、まああんまり 強くなりすぎないようにスッとこう通してあげるのがポイントです。可愛くなる、うん、やりすぎるね。そうそうそう。はい、じゃあ今度フロントトップいきます。このフロントトップのポイントとして、まあよりちょっと強めにカール感を出した方がいいので、まあさっきの同様をくるっと巻きつけて、この時にちょっとこういう風に止めます。止めてそのまま抜きます。そうすると見えるかな、こういう風にグリッと束が、リッチができます。これをちょっとこの辺とか特にちょっと強めに巻いていきます。リッチができてエッチが効く。なんかそういうの結構やるね。言うね、結構。はい、じゃあこれでアイロンは完成です。アイロン完成です。はい、ではですね、ここからちょっとワックスつけていきます。ちょっともうアイロンも結構もう大げさなぐらいでやっちゃっていいと思うんで、でワックスでしっかりなじませるっていう感じ。気を使うワックスが、はい、L14 グロスムーブワックスね。はい、これね、フリーハードワックス、はい、これも L14 ね。 L14 ね。はい、じゃあワックスの、配分はまた後ろはこのぐらい、豆粒2個分、1対1ですか？1:1ぐらい。これをちょっとしっかり手のひらでなじませます。しっかり手のひらでなじませていただいて、後ろからつけます。これは前と同じような感じで、し
しっかり後ろからワックスをなじませます。そうそうそう。で、このフロント部分が、ちょっとさっきよりも半分ぐらい。いつものドワーッとね。お決まりのお決まりのお決まりのね。ドワーッとふわっと。でしっかりなじませる。じゃあ中尾くん任せてください。お決まりのお決まりのお決まりのお願いしますお願いします。グーッはい、完成です。どうでしょうか。ちょっとグロス系ワックスと、フリーハードワックス混ぜてちょっとカール感、リッチパーマ、リッチスタイルのスタイルをちょっと作りました。まあやっぱりアイロンでやるのもいいんですけど、まあ、一番はパーマかけるのも楽だと思うんで。早いですね。早いです、楽です、簡単。まあ、他にもいろんなアイロンのやり方だったりとかもどんどん、ちょっとやっていこうかなと思うんで、簡単スタイリングみたいなのもやっていこうと思うんで、またなんか分かんないことあったらぜひアネクセンでお待ちしておりますんで、よろしくお願いします。ぜひともスタイリングやっていこう。 OK、 どうでしょうか。ね、いい感じに名付けて名付けて思い出せない。じゃあまたお待ちします。アディオス。第5弾お楽しみに。第5弾お楽しみに。じゃあねー。